よっしょ。ランニングです。行ってきました。松尾修道でございます。ただいま帰ってきました。今日の松尾修道のこれは知ってますも行きたいと思いますけどね。この前カレーライスネタちょっとやりましたけどね。違いした。ハヤシライスのハヤシって何か、まあハヤシライスのライスはね、ご飯だ。ハヤシライスの語源というか、ハヤシライスのなんていうの、ハヤシって何かなというふうにね思いましてね。一つはね、ハッシュドビーフ、牛肉をこう細かくした意味が訳されて、ハヤシ、ハッシュのハヤッシュからハヤシライスっていう風な、意味合いとですね、もう一つがですね、この林雄敵さんっていうね、林雄敵さんという方が考案したから、ハヤシライスというね、説が、あるそうなんですね。この林雄敵さんっていうのは書店とかでマルゼンってある、マルゼンさんってご存知ですかね。書店とか大手の書店さんですけど、そこの創業者の方が林雄敵さんという医者やったらしいんですけどね。この方が開発して、林ライスになったという説もあるということなんですけどね。誰かこの情報に関して知ってる方がおられましたら、こちらの方までね、何も書いてませんけど、ご連絡ください。何も書いてなかったら連絡できへんかな、いうことでございますけどね。今日の松尾修道でございました。終わります。散髪しなあかんねんな。